はい、皆さんこんにちは、ハルです。モーターファームさんの、ワイトレ、着きましたね、こんな感じですね。はい、で、わ、ちょっとこれね、映像で見るとめちゃめちゃこれ明るくなってますけれども、実際はこんな明るくないです。もっとね、暗い、あ、ちょうど後ろの赤が、正規の赤ですね。なんか、カメラの関係でこういうふうに前がなんか明るくなっちゃってますけれども、後ろが本当の赤です。まあ、こんな感じで、装着完了しました。で、出幅なんですけれども、今こんくらい出てるんですけれども、以前、11の裏履きホイール履いていた時ですね。で、ちょっとインターネットで調べたところ、11の裏履きのインセットがですね、-40らしいんですよ。で、-40に60mm のワイトレをかましていたんで、100mm、要は10センチですね、表に出るというような計算だったんですけれども、今回ですね、ホイールの方ですね、ビードロックホイールがですね、インセットが -28 なんですよ。で、28と今までの、ワイトレ60ですと、88ですね。ちょっと引っ込んじゃうので、ワイトレをですね、70mm ですね。70mm プラス、3mm。これジムニー専用。以前これ買っといたやつなんですけれども、駆動自動車さんだったっけな。ジムニー専用なんで、PCD ですね。が、もうジムニーにぴったり合うように空いてるんで、ぴったりフィットするんですよ。で、70mm プラス3mm の、ホイールスペースを入れてるんで、73mm ですね。で、プラス、こちらのホイールのインセットがマイナス28なんで、101ですね。要は、裏履き履いていた頃とですね、1mm、表に、要はワイドになったという感じですね。はい。で、もう私のはですね、もうもちろん3ナンバー登録してるんでですね、幅がですね、まだまだ広げられるんですけれども、広げても問題ないんですけれども、ちょっとあんまり広げるとですね、それはそれでちょっとあんまりどうなのかなと。さあもう走りづらくなっちゃうのかなと思いまして、一応1ミリ、表に出るような感じで、仕上げました。はい。こんな感じでございます。もちろん、彼と二人で手組み、すべて手組みで組みました。はい。以上、モーターファームさんのですね、ビードロック装着完了の、動画でございました。明るいな。こんな明るくないんだよな、実際な。もっと暗いんですよね。ああ、そうそう、こんな感じ、こんな感じ。これが正義ですね。こんな感じです。はい。以上、春でございました。